お前らちゃんぽんって食ったことあるか？なーに言ってんの。うぜえな。普段いつもちゃんぽんして。いろんな種類の酒を飲み合わせてるってオチはなしだぞ。ちゃんぽん食べたことないな。でもあれだろ、中華丼のご飯の代わりに麺にした感じみたいな。配信しながら作ってたけど、どうやらとろみはないんだと。視聴者さんと一緒に成長するチャンネルなのだしね。ってことで食べたことのないちゃんぽんを作っていくぞ。とりあえず製麺からだな。もういい加減中華麺くらい買いなさいよ。料理人の差がだな、仕方のないことだ。薄力粉と強力粉 250g ずつ、塩 5g 混ぜ合わせたものに、重曹 5g と水 220cc を混ぜていくぞ。なんか水分足んねえ感じがするけどいいのか？この後しこたま踏むし大丈夫だろ。あれ？そういやなんでちゃんぽんなのだ。少し前にリクエストをいただいていてだな。最近野菜食ってねえしちょうどよかったしな。生理食塩水しか最近飲んでなかったしね。割とガチで気を取り直して、これが保存袋入れて踏み散らかした生地だな。本当に水分量もちょうど良くなってるわ。この生地を軽く寝かせる間にちゃんぽんの具材を仕込んでいくぞ。まずは椎茸だな。なんか入ってるイメージある。解釈一致。石突きを落として5ミリくらいのスライスかな、知らんけど。この石突きも根元の硬いとこだけ落として薄切りにして使ったぞ。歯ごたえいいし、旨味成分もアホほどあるしな。キャベツは適当に切ってくれ。椎茸と何度細部。その他にもヤシやら海鮮とか用意すると幸福指数がぶち上がるな。いい感じに休まった生地を伸ばして、いつも通りの製麺をしたらスープに移るぞ。いつにも増して駆け足なのだ。毎回同じ説明聞かされるのもうぜえだろ。確かにうぜえのだ。もう炒めてあるんですね。見せ場が全くなかった。もやしとかキャベツの食感を出したかったら各自で炒める時間を調節してくれ。ここにスープの素を放り込んで加熱していくぞ。分量は蒸気の通りだな。これ全部混ぜるだけなのか。すげえ簡単にできるんだな。あとは塩コショウで味を整えて、さっきの麺を3分目安で茹でたら、いよいよ盛り付けに移るぞ。ちゃんぽんの完成だぞ。なんだかそれっぽいじゃん。めっちゃうまそう。それじゃ早速食べてみるか。おでんのように横に添えてあるビール。酒買ってるからいい具材買えないのでは。酒買ってる時点でノルマクリアだろ。というわけでいただきます。優しい白湯味のある味なのだ。めっちゃ美味しいのだ。野菜と椎茸の旨味もあって体に染みる味だね。これでビールを流し込むだけだな。初ちゃんぽん美味しかったぜ。あと何も関係ないけど、うちのチャンネル名長いから変えるわ。何回やんあったらよろしく。私たちも聞いてない話すんな。長すぎると鬱陶しくね。ってことだからよろしく頼むぞ。それじゃあまたな。Ha ha ha!